京急大津駅は、神奈川県横須賀市大津町一丁目にある、京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は、KK62。ホーム京浜大津駅時代に撮影された1500、形状写真と比較すると上屋が短く、古線橋がない。大津宿上稲荷相対式ホーム2面2線を有する、地上駅。駅舎と改札口は一番線の馬堀海岸型に、あり。 ホーム中ほどに両ホームを連絡する古戦橋がある。駅の馬掘り海岸型には京急大津第一踏切がある。かつて古戦橋の竣工前はホーム、裏が型に構内踏切が存在していた。駅舎は古い木造で内部には自動券売機と自動改札機が設置されているほか窓口と売店、さらに堀の内方にトイレがある。その他、 駅構内には、金沢文庫保線区大津保線班も置かれている。2019年度の1日平均乗降人員は4943人で、あり、京急線全72駅中70位。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の、推移は、下記の通り。周辺は、住宅街となっている。埋め立てで遠ざかってはいるものの海岸も、近く、 500メートルほど北へ進むと、大津漁港がある。駅舎の脇には、大津宿上稲荷が鎮座する。1713年創建と言われ、祭人は、うがとましい命。京急建設や京浜急行電鉄が奉納した、鳥居があるほか、毎年初馬に取り行われる祭礼には、当駅の職員も参加するという。また、駅の南には、坂本龍馬の妻、 奈良崎龍の墓があることで知られるしがらき寺が所在する。駅前に乗り入れるバス路線はないが、駅北部徒歩3分ほどの県道上に設置されている大津が最寄りバス停。発着する路線の詳細は、京浜急行バス堀内営業所を参照。ありがとうございます。